釜玉アレブルーのサヌキ、そして向かって右側白いユニフォームの松本の選手の姿も見えてまいりました。木島哲也選手とイジヨン選手、J2 通算100試合達成をしましたので、前節100試合達成をしました。この2人に花束が贈られているところです。まあ、ここの1本目というのは非常に大事なセットプレーになりますよね。そうですね。そして今日はこのキッカーが木島哲也、この左サイドから右足で蹴ってきます。さあ中に選手が上がってきて、誰にまず最初合わせてくるのか。低いボール、ちょっと変化をつけてきた。ルーズボールになってきた。キーパーどうだ、クリア、ナイスクリア。1人低いボールわざと入れてきて、潰れたこぼれたところにも、はい、まあ、よく詰めてたんですけど、キーパーよく防ぎましたね。もったいないイエローカードっていうのはね、少し気をつけたいところですよね。まあ、そのあたりの兼ね合いもね、非常に必要となる今回のゲームです。さあ、そしてパウリーが持って中に入っていて、さあ面白いボールだ、シュートっていく、キーパーナイス。いや、今のいいシュートでしたよね。もうそうですね、まあ、コントロールせずにそのままダイレクトで左足で巻いてきましたけど、さあ中にボールを入れていく、しかしクリアする。もう一度田中の中に入れて、あーっとこれはどうだ。そうですね、そうですね。いやいや、これは今高崎ターゲットのボールでしたけど、倒されてこれで PK。 ちょっと競るタイミングが悪かったかなという気がしますけれどね。田中ハイムからのボールなんですが、高崎ターゲットで、あー、これで倒してしまいました。前節はセットプレーから直接放り込んで、さあ2試合連続、そして先制点につながるか。さあ見ましょう。あ、落ち着いて決めていきました。先制点は松本山雅FC。いや、うまいシュート打ちましたけどね。まあ、これも PK を取ったシーンでもやはり高崎選手の脅威っていうものがね、はい、サヌキディフェンス陣にあったと思うんですよね。うんですね。もう意地を曲がっていけという選手を、もう本当にあのセットプレー、うん、そうですね、ここはボックス内に選手を集めて、そこを誰をターゲットにしてくる。ここにボールが中に入ってきて、すらしてシュートまでは、あとシュートを打ってくる、あっとこられた、同点ゴール。いやいや、これは森川になりますか。今選手に当たって、そうですね、リバウンドがゴールネットに吸い込まれるというような形になって、同点1対1。まあ、ここもそうですね、最初ね、高さ強かったですよね。そうですね、シュート打っていったのが森川、あーっとディフェンスに当たってクリアしようとしたところが、これネットに入っていきました。岩間選手の足ですかね。そうですね、ここもう一回ね、モチベーション上げたいところですよね。そうですよね。さあ、ログボールを送ってきて、さあこのボール、セカンドボール、いや、いいとこ、シュート打ってババーン。うわー、ゴールキーパーの村山、ナイスセーブ。いやいや、まあ正面から、そうですね、さあ今度は山本が中にボールを入れてきて、おっと、これシュートしない、とよキーパークリアした清水。いやいや、これは反応したのが那須川ですか。映られたところ、うまく2列目から入ってきましたけどね、はい、さあどうでしょう、もうこれがラストプレーになるんでしょうか。後半のアディショナルタイム、手元の時計では3分を回っています。さあ、まあ、3抜きはゆっくりいきます ね、 ここね、そうですね、しっかり固く、あっと、ここで長い笛、前後半が終了しました。1対1の同点、
両チーム勝ち点1を分け合う結果となっています。